レッドクラウド戦争、レッドクラウド戦争、レッドクラウド戦争、A、レッドクラウド、SO、または、ボズマンの戦い、ボゼマン王、パウダーガーの戦い、パウダーリーバー王は、1866年から1868年に、ワイオミング巡州とモンタナ巡州で起こった数族と、アメリカ陸軍の間の武装闘争である。この戦争は、モンタナの金郊脈に向かう。 主要経路である、ボーズマントレールに沿いてある、ワイオミング巡集中北部のパウダーリバー、カントリー支配をめぐって争われた。レッドクラウド戦争の名は、白人にとって有名な数族インディアンである、レッドクラウドにちなんで名付けられている。しかし、実際に、これらの戦争で、レッドクラウドは主要な立場にな、単にこれは、白人のイメージで付けられた名である。 インディアンにとってこの戦いはあくまで、ボーズマン戦争であり、パウダーガーの戦いである。で終わることになる。この戦争は、数族の干渉となり、パウダーガー流域の数族占有が一時的に継続された。1863年に、モンタナのバナック地域で金が発見され、白人開拓者にとって、金鉱脈にたどり着く、経済的な経路を見つける動機が生まれた。 移民によっては、ソルトレイクシティから、北のモンタナに向かう者もおれば、開拓者のジョン・ボーズマンは、ダラミートリデから北にビッグホーン山脈東のパウダーリバー群を抜けて、イエローストーンにり、そこから西に現在では、ボーズマン峠と呼ばれる場所を越えていく、ボーズマン道を発見した。この道は、ラコタ族など、数族にとって狩猟場である、パウダー川を抜けていくものだった。もう一つ、 ブリッチャー道はビッグホーン山脈を西に抜けるが距離が長いためにあまり好まれなかった。パウダーガーカントリーは多くの川にまたがっており、ビッグホーン川、ローズバッド川、タング川、およびパウダー川、これらの川はビッグホーン山脈からイエローストーンに向かって北東に出ている。北の平原の多くは白人開拓者に占領されており、この地域は ラコタ族やラコタ族の様々なバンドにとって最後の犯されていない狩猟場になっていた。1865年、アメリカ陸軍のグレンビル・エム・ドッチ少将がラコタやラコタの数族、シャイアン族及びアラパー族の各族に対するパウダー側遠征を命じた。パトリック・イ、e、ー・コナーに率いられた部隊がタング側の戦いでアラパー族を破った。この戦いで、 アラパ法族がボズマン道に戦争を仕掛ける能力を奪ったが、この遠征隊は、スー族と戦闘に及ぶことができず、その後の闘争の前哨として機能したに過ぎなかった。1866年晩春、スー族とアメリカ政府の間の協議会がで開催され、パウダー側カントリーを通行する権利と、通行の警護のための軍事基地建設についての条約を検討した。 この協議が続いている間に、第十八不評連隊を指揮する、ヘンリー B ・カーリントン大佐がその連隊の2個、大隊、16個中隊の約千三百名と建設用資材と共に、ララミートリデに到着した。カーリントンは、第十八連隊、第2大隊を使ってパウダー川カントリー内にトリデを建設するよう命令を受けており、一方第3大隊は、オレゴンドを、この時は、 プラット道路に沿ってある基地に守備隊として入った。第二大隊は南北戦争後の再編成時にその古参兵すべて220名がこの大隊に統合されたのでカーリントンはこの大隊を選んだ。アメリカ連邦政府の和平調停委員は狩猟地を奪われ飢餓状態だった数族に食料年金支給を提案することで数族をなだめようとしたが ボズマン道に砦を建設する計画には触れずにいた。和平委員会は、スー族の部族員であるマーピアルタ、レッド・クラウドと知り合い、その交渉術の際を認め、彼を条約協定の中心人物に決めた。彼やシチャングスー族のスポッテッド・テールは、以前から白人の砦に出入りして、便利を図ってもらい、他の部族員から腰抜け、白人の砦にたかる奴と罵られていた。 レッドクラウドは、州長ではなく、ダコタナコタラコタの数族の長老と賢者の会議である、デカ、ハラ、ビッグ、ベリーという組織にも所属していない、単なる部族員だった。当時最も尊敬を受けていた長老は、オールドマンアフレードであり、レッドクラウドが長老たちを差し置いて、条約交渉の中心に置かれたことは、数族にとって承服できないことで、後の条約交渉では、 様々な過根を部族に残した。白人の使命で部族のしきたりを破って協議会に出席していたレッドクラウドはラコタ族がパウダーガーカントリーを抜ける軍事道路に同意する前にアメリカ軍が部隊を連れてきたことに激怒し、最終的にレッドクラウドとその追随者たちはパウダーガーカントリーを抜ける道を使うことやその占領をもくろむ白人に抵抗すると言って、 協議会の場を去った。これら警告があったにもかかわらず、カーリントン大佐は750名の不評、そのうち500名は訓練の足りない新兵と第7、アイオワ騎兵隊と第13レブラスカ騎兵隊のどちらも新しく徴兵されたばかりのき、約200名と共にパウダー川カントリーに行軍していった。カーリントンはリノトリデを修復し、 冬の間その砦を守っていた第五アメリカ志願、連隊、ガルバナイズドヤンキースのニコ中隊を解放する目に、事態のニコ中隊をそこに残した。続いて、北に進み、現在のワイオミング州北西部になる場所のパイニー、クリーク沿いにフィルカーニー取を作った。そこからは、第18連隊のニコ中隊が、北西に91マイル進んで、8月13日に、 ビッグホーン川沿いに3番目の基地であるシーカイスミストリデを建設した。これに対し数族、シャイアン族及びアラパホー族の戦士団がフィルカーニートリデとシーカイスミストリデの戦力を探った。インディアンたちは実質的にボズマン道の白人の通行を止めた。こうして木材伐採隊、郵便配達、移住者及び公益業者が インディアンの抵抗の標的になった。リノトリデとシーカイスミストリデには、それぞれ175名、フィルカーニートリデには400名の守備隊が駐屯した、その大半は訓練が足りていなかった。カーリントン唯一人がその基地と補給隊を守ることのできるものであり、道中の護衛や積極的な作戦に打って出るということはできなかった。カーリントンは義士であり、 政治的に任命されたものだったので戦闘経験がなかった。インディアンと戦うよりも砦の防御を固めることに、その活力の多くを費やした。これにはこの地域に7月半ばに到着したことも一部原因があった。ワイオミングの冬の厳しさを考えれば、戦略的に不合理なものとは言えなかったが、それが部下の士官たちの多くを激行させた。 これら主観の大半はインディアンの戦い方を知らない南北戦争の古参兵であり、数族など容易に打ち破れると考え、カーリントンが明らかにインディアンと戦おうとしないことを臆病風に枯れていると揶揄した。一方でカーリントンは地形を熟知したインディアンの戦闘能力、自軍を遥かに上回るその勢力に一目置いていた。1866年11月。 ララミートリデの第18不評連隊本部からフィルカーニートリデにウィリアム・ J ・フェッターマン隊員とジェームズ・パウエル隊員が到着し、この頃任務が明けた士官数人と交代した。カーリントンとは異なり、フェッターマンは南北戦争の間に相当な戦闘経験があったが、インディアンと戦ったことはなかった。フェッターマンはカーリントンの戦略に同意できなかった。それが、 消極的と考え、80名あれば、数族を従わせてみせると豪語した。12月6日、第二期兵隊 C 中隊を指揮していたホレスエス・ビンマム、少尉が材木伐採隊を攻撃し、ロッジ道の尾根を逃亡したインディアン部隊を追っている時に戦死した。カーリントンはその士官たちが、インディアンのおり部隊を盲目的に追いかける性癖があることを心配していた。 フェッターマンは、プラット方面軍指揮官、フィリップセント・ジョージ・クック将軍か、攻撃的な投機作戦を行うよう命令があった、ことに照らして、カーリントンの指導力の無駄と考える者にさらに、怒りを増した。1866年12月21日、午前11時ごろに、木材バス隊体が再度攻撃された。救援隊は、第18不評連隊の49名の不評と、 第二期兵隊の二十七名の騎兵であり、木材伐採隊を救い出すよう命令された。二日前にも、同じような任務に月読みを超えての追跡を、諦めていたジェームズ・パウエル隊員が、カーリントンの報告書によればこの部隊を指揮するよう、指示されたが、フェッターマンは、名誉少佐のパウエルに対して、名誉中佐の自分は上官であると主張し、救援隊の指揮を譲り受けることを求め、受け継いだ。 パウエルは後方に残った。第十八不評連隊のもう一人の士官で、カーリントンの批判者だったジョージ・ W ・グラモンド中尉が、ビンガム少尉の守護空席になっていた、騎兵隊指揮官になった。カーリントン大佐は、フェッターマンに、取り出からの救援が困難なロッジ道の尾根を越えないよう命令したとも述べている。フェッターマンの下には、その頃まで、 基地の補給が明かり将校でありやはりカーントン、批判者だったフレデリック・ブラウン大尉も加わった。カーリントンは、グラモンドに、騎兵は、不評隊についていく前に乗馬を引き出しておく必要があった、フェッターマンには、ロッジ道の頂を超えるなという命令を、思い出させるよう告げた、とも述べている。救援隊は、総勢79名の士官と兵卒だった。 ジェームズ・ホイートリーとアイザック・フィッシャーという二人の文民がフェッターマン隊に加わり全部で81名になった。フェッターマンは木材バス採隊を救出するために森の中の道を興奮す代わりにまず北に向かいサリバントヒルズを越えてロッジ道の尾根に向かった。部隊が発進して数分も経たないうちにオグララ族の戦士クレイジーホースを含む水族を取り部隊が ロッジ道の尾根の上に現れた。この餌は、フェッターマンにとってあまりに誘惑の強いものだった。特に、インディアンを取り部隊の数人が騎兵隊に向かって、馬上で尻をまくり、その裸の尻を振って侮辱したからなおさらだった。フェッターマンとその中隊はクリークを渡るところで、グラモンド隊と合流し、三平線を取って、尾根を越えて、追撃を始め、ペノバレーに入ったが、 そこには12月6日に、アメリカ軍と戦った場所に1000名とも3000名とも、推計されるインディアン選手が隠れていた。ほぼ正午ごろ、銃撃の音が聞こえ、数発の銃声の後すぐに絶え間ない銃撃音が続いた。待ち伏せは観測されなかったが、騎兵の最も前進した集団が、不評の板尾根を越えて1マイル近く降りていたので、インディアンに突撃をかけた証拠がある。 罠が弾けた時、逃げ道はなく、生存者もいなかった。遺体を集めるために派遣された埋葬隊の報告では、兵士たちが三つの集団に分かれて死んでいたことを示していた。最も前進しおそらく最も実行を挙げたのは十六、連発ヘンリーライフルを装備していた人の文民であり、馬を降りて岩陰に隠れた少数の騎兵だった。 彼らの後ろの坂の上には、7連発スペンサーカービン銃で武装した、交代中の騎兵大半の遺体があったが、自分たちの馬に邪魔されて、遮兵物もなかった。坂のさらに上には、フェッターマント・ブラウンと、不評たちがいたが、彼らは、旧式な南北戦争時の先はめ式、四場マスケット銃で武装していた。これらの兵士たちはしばらく遮兵物の影から戦ったが、 そのうち弾薬が切れて圧倒された。カーリントンは、銃声を聞いて即座に、天愛区隊隊の指揮で40名の不評を支援部隊として派遣した。その後すぐに、C 中隊の残っていた、騎兵30名が馬を降りて、天愛区隊の補強に送られ、その後に2両の荷車が慌てて積まれた弾薬を運び、他の40名に護衛されて出発した、カーリントンは、 基地の防衛のために即座に部隊の招集を要求した。派遣部隊が出た後の砦の中には材木伐採隊の特殊部隊を含め119名しか残っていなかった。しかし、天アイクは回り道をしたために、オネの頂点に達したのは、銃声がやんだ12時45分頃だ。アイクは、フェッターマン隊が見えず、警告は降りてくるように挑発しているインディアンの、 集団で満ちていると報告する伝令を送った。アイクは後に、戦闘の音が聞こえる方向にまっすぐ、進まなかったと言ってひどく批判された。その部隊は戦場に到着して、フェッターマンタの遺体を回収したが、全滅の恐れが続いていたために、機兵の遺体を回収できたのは2日経ってからだった。カーリントンの公式報告書では、 フェッターマンとブラウンは捕獲されることを避けるために、互いを打ち合って自決したとされているが、軍の検視解剖では、フェッターマンの死因はナイフの切り傷あり、重曹ではなかった。これは、今でも議論の対象になっている。数族の戦士アメリカンホースは、フェッターマンの喉笛を切ったのは自分だと主張している。ほとんどすべての兵士の遺体にはかなり切り刻まれた跡があり、このことは、 新聞で広く報道された。手付数だった唯一の遺体は若いラッパ種のアドルフ・メッツラーのものであり、そのラッパで数人のインディアンと戦ったと考えられた。その遺体は手付数のまま、インディアンによってバッファローのローブをかけられていた。この理由は不明なままであり、その勇敢さへの賛辞だった可能性がある。この戦闘はインディアンたちによってハンドレッド、 スレインの戦いと名付けられ、アメリカ軍の兵士たちによって、フェッターマン虐殺と呼ばれ、アメリカ大平原でのアメリカ陸軍最悪の敗北となった。アメリカ陸軍にとって、これを上回る惨事といえば、10年後のリトルビッグホーンの戦いが来ることになる。ちなみにレッドクラウドは、リトルビッグホーンの戦いには参加していない。フィルカーニートリでは、最後の抵抗のために備えたが、 インディアンからの攻撃はなかった。カーリントン大佐は不公平にもこの敗北の責任を一人で負わされ、1866年12月26日に指揮官職を解任された。解任は第二大隊を第27不評連隊に解組するときにいずれにしても行われるはずだったが、クックはそれを即座に行うよう命令した。アメリカ陸軍総司令官のユリシーズ・グラント将軍は、 カーリントン一人に攻めを負わせる考えではなく、1867年1月9日に、逆にクックを解任した。陸軍サモン委員会とアメリカ合衆国内務省による二つの調査が行われた。陸軍の調査では公式の結論に至らず、内務省の調査はカーリントンの潔白を証明した。腰に重傷を負ったカーリントンは1870年に辞職。 その余生を自分の行動の弁護に費やし、フェッターマンが命令に不服従だったと非難した。フェッターマンが敗れたことから来た衝撃は、連邦政府の大ィで安政策の見直し要求につながった。最終的にカーリントンの見解が最も広く認められるところとなり、敗北の原因はフェッターマンの向こう水さに置かれることになった。しかし、カーリントンは、 戦闘経験のない政治的任命者であり、待ち伏せが起こる前に、フェッターマン隊を呼び戻せたはずであり、材木伐採隊への攻撃が午前11時半頃に起こったのを、砦から見ることができたはずだった。また、責任の軽減自由として、グラモンドの南北戦争中の記録が可能性を示しているように、実際に、騎兵隊がカーリントンの命令を破って前進したのならば、フェッターマンは、 グラモンドを支援するしか選択肢がないと考えた可能性がある。このフェッターマンの戦闘でのレッドクラウドの参加については諸説ある。歴史家のスタンリー・ベスタルはレッドクラウドは参加していないと考えており、ジョージ・ハイドは彼がある種の司令官として周囲のどこかにいたと信じている。ちなみに、数族には戦闘司令官といった地位、役職は存在しない。 フェッターマンを殺したと証言した。アメリカンホースがこの戦いに参加していたかいなかったか、レッドクラウドは覚えていないと証言している。実際に戦に参加していればありえないことである。クレイジーホースはこの戦いで友人ローンベアを失った。レッドクラウドはフィルカーニー人での近くで起こった1867年8月2日のワゴンボックスの戦いには参戦した。 この戦いでは小規模なアメリカ軍文献隊が後はめ、式揮ライフル銃を持って1000名以上の数族と5時間戦って持ちこたえた。アメリカ軍は前日のヘイフィールドの戦闘でも同じような成功を収めた。アメリカ軍は常にカーリントン大佐がインディアンに対して攻撃的行動を取るよう要求してきたが、そのカーニー砦での後継者、 ベッセルズ将軍はインディアンに対して大きな攻勢を取ることを図った。1867年晩下までヘイフィールドの戦闘やワゴンボックスの戦闘で数族に対する成功があったにもかかわらず、連邦政府はパウダーリバーカントリーで費用がかかり、生産的でない軍隊を置くことよりも大陸横断鉄道の方がよりマシな選択肢だと結論づけた。大陸横断鉄道は ワイオミングの南西部からソルトレイクシティに向かいブリッチャートレイルを使う経路を選んだ。1868年8月に和平委員会がダラミートリデに派遣された。レッドクラウドを大指導者だと勘違いしたままの和平委員会は数族の長老会議を差し置いて彼との面談を求めた。しかしレッドクラウドはバッファロー狩りに出かけていて階段をすっぽかし11月まで ダラミートリデに現れなかった。1868年和平委員会は、レッドクラウドが署名すれば、水族はすべて従うだろうとの思い込みから、レッドクラウドと、その友人のスポッテッドテールに、パハ、サパ、ブラックヒルズを含む、グレート、スーネーション、偉大なる水族の国を確約したに調印させた。この調印というのは、文字を持たないインディアンに、印を書かせたのである。 シッティングブルやクレイジーホースは海岸には現れなかった。数族のこの保留地、リザベーションは現在のサウスダコタ州西部をすべて覆う規模だった。さらに、パウダーリバーカウントリーは新しい保留地に住むことを選ばなかった。ダコタやラコタ族ための保留地、かつラコタ族すべてのために狩猟用保留地として活上されない領土と宣言され、三つの鳥では閉鎖された。 1874年、和平委員会は、ララミートリでの条約を早くも破り、ブラックヒルズの権利を譲れと数族に要求した。レッドクラウド管理所の管理人となっていた、レッドクラウドは、ブラックヒルズどうせ白人のものになるのだから、できるだけ高い値で売るべきだと主張した。結果、彼や、スポッテックトテールの署名もあって、ブラックヒルズは白人に没収された。 レッドクラウドはアメリカ白人にとっては合衆国と大きな戦争を戦って勝った唯一のインディアン指導者となった。しかし、それは数族の文化を理解していない白人の思い込みであり、彼は単なる部族員であって、酋長でも指導者でもなく、むしろ数族にとっては裏切り者であった。それでもその後の避けられない事態、すなわち、 保留地での保留地代理人との折衝では、公正な扱いを求めて、インディアン担当部局と戦うことを選んだ。いくつかの条約についてのその有名な声明は、彼と交渉する、人々の言葉に向けたその姿勢を表している。私は、偉大なる父、大統領の約束に辛抱強く、耳を傾けたが、彼の記憶は足りていない。私は今、彼と共になした。 これが私の言うべきことの全てだ。1868年以後、レッドクラウドは、保留地に住み、部族の管理所に、白人の保留地監督官から、レッドクラウド管理所の名を与えられ、家族を次々に役職につけ、大指導者のように振る舞って、部族員から恨みを受けた。インディアン戦争を戦った主要な数族戦士よりも、長生きし、1909年にパインディッチ保留地で死んで、 そこに埋葬された。同じく、スポッテッドテール管理所を与えられ、部族民の恨みを受けていた彼の友人の、スポッテッドテールは、クロードックに決闘を申し込まれて死んでいる。1866年に戦死したフェッターマンや、ブラウンなどの軍人たちは、モンタナ州、クローエージェンシーに近いリトルビッグホーン戦場跡、国立記念公園の国立墓地に埋葬されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。